ああはい、それではそろそろなんかやりましょう。今日は土曜日なんで東西線の予定ではいます。東西線やりましょう。始めたいので皆さん、ラストプレイでお願いいたします。次の火曜日はハイパー東西線やりますんで皆さん来てくださいね。ハイパー今日は置いてないですけど、ハイパー東西線のために今回3台用意しますのでよろしくお願いいたします。東西線の予定でございます。ハイパーは次回なんで火曜日来てください。ダッシュ禁止だから。ダッシュガイルばっかりじゃねえかいつも。ダッシュ禁止だから ターボガイル、ターボガイル悪くないっすね。火力が低いだけ。僕はね、Lガイル大好き。もちろんもちろん、もうダッシュの度胸以外は別に戦えるんですよ。ベガ、サガットがいる龍拳、ダッシュか豪気のみはね、普通にやったらそうなるんで別にわざわざやる必要ないですね。マイソン弱いね、チュンリー弱いね、ホンダ弱いね。確かにね、ブランカ強いんだよね。テコゴーキ見たい。ゴーキはなー、アオツンさんのせいなんで、ちょっとアオツンさんに苦情言ってほしいですね。だけじゃねえから、全部強いからあるから。いや、あのキャラがどれだけ強いのかっていうことをちょっと、じゃあ今度私後期で福山さんの竜に入りますんで分かっていただこうかなと思います。すごいんだって。はい、の試合ラストでお願いします。こんばんは。
音はどうだろう。トラウがちょっと悪いそうなんだよね。若干下げてみます。若干下げました。どうかしら。マイクチェック、マイクチェック、マイクチェック。あ、こんばんは。じゃあなんかやりましょう。みんなノジが好きすぎてね、いつまでやったっても始められないんで。今日何人？4人かな。もう一人含むのかな。じゃあそろそろやりましょうね。あ、切れちゃったよ。ふざけんなよ。あ、大丈夫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 。はい、ぬらり、ぬらりいいですね。普通のチーム戦と、普通のチーム戦の東西戦と、強いやつ対その他、どっちがいい？強いやつさえその他の方がいい。いいでしょう。今のところヒデ、セオ、ナオキ、焼き鳥かな。これでいいかな。倉橋さん入ってくれたら倉橋さんここに入るんだよね。もしくはサメキャラ対コマンドキャラとかでもいいかな。タメキャラでしょ。タメ、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 タメ。5人しかいねえや。ダメだな。タメ対コマンドでも悪くはないな。4人だけど強いからね、これね。東西戦です。皆さんの試合ストップね。もうそろそろ4対2残りでよくない。いや、じゃあヒデ、セオ、ナオキ、焼き鳥対その他。ここに強いやつ対弱いやつ、弱いやつ、強いやつ対弱いやつ。クラーさん強いやつで出てもらおうかな。5人いたらいいでしょ別に。結構多いで。1、2、3、4、チュンリ、チュンリ、バイソン、まあエクスホークかな、そのルールだったら。焼き鳥に全員回されるがありえるからね。で、焼き鳥ないとヒデセオが止まらないんだよね。これでもいいよね。はい、やりますよ。皆さんストップでお願いします。焼き鳥さん、今日あの強いやつ対弱いやつやるんで。ヒデ、セオ、ナオキ、焼き鳥いいんじゃない。これでレジェンドいるけど、やっぱりね、キャラがあんまりだ。4対残り4対11、あってもいいけど、まあなくてもいいかなと思って。4人だと少ないなら倉橋さん説得すれば5対、いやーやらねえ。いや、このルールだったらやってくれるかもしれない。
サブキャラ使いたい。じゃあ焼き鳥サブにしてバイパーさん入れる。2回転も入れる。じゃあやりましょうかね。マイパーさん入って焼き鳥サブでやるって。よし、はい、それじゃあヒデ、セオバイパー、ナオキ、僕もサブで出て長州さん入れましょう。ヒデ、バイパー、セオ、ナオキ、長州、この5人が強い方です。僕もサブキャラにします。で、先方だけ決めてかぶせルール。いい？みんな聞いてる？始めるよーの試合ぜー。強いやつ対弱いやつやるんで、長州さん強い方です。この5人、焼き鳥サブキャラ、僕もサブキャラです。キャラクターは自由、かぶせ OK。 はい、というわけでの試合やめてくれ、頼むから。そう、相談をしてほしい。じゃあ 1P 側、弱いやつ集めてください、弱いやつ。 2P 側、強いやつ言ってください。バイパーヒレ、バイパーヒレ、セオ、ナオキ、長州、この5人が 2P 側です。バイパーヒレ、ほんとみんな非協力的ですね。まあ誰から行くか決めといて。サブキャラ OK です。ただし、あの勝ち抜いてるてか、そのキャラしか使えなくなるんで気をつけてください。バイパーヒレー、セオ、ナオキ、長州、この5人が強い方です。 2P 側、先方決めて。セオくんは今対戦に夢中なんで、まあどうせ先方で出ないだろうし。先方誰行く？
誰が最初に行く？みんなチーム戦という意識を持ってもらいたい。ガチで勝ちに行ってから。ポイントはまあダルシムでしょ。どこでどう投入するかだな。剣にダルシムでしょ。ね、ヒデに2回転合気でしょ。負けそう。なし、なし、合気なしです。じゃあ誰が先鋒でいくか決めてください。こっちも決めて。いや、相談してくれよ、本当に始めらんないじゃない。誰が行く？うねくんとこてくんもこっち来て。僕は決めんの？チュンに2枚いるから、だからどっちか出て。はい、ワンピー側は誰にしようかな。エクスパー、みんな決めないから悪い。はい、じゃあ始めるで。ヒデ死んだか。はい、今回のルールは5人で12人殺さないといけないので1人2発以上ですね。まあ実力的にはそんなもんかな。もうちょっと弱い側の人数が多いところでよかったかなと思うんですけど、かぶせルールなんでね、この辺加味するとどうなのかなという感じ。おお、今の内容えらい。1900、そこなのか。さあ、エクスパー対策もかなりやっているヒデ。このタッチキックはね、竜巻対策ですから。あのタッチキックめんどくさいんですけど、タッチキックさんも勝ってハイヤーハドテンとか打つとなかなかいいですね。さあ、この端っこに追い詰められるスタイルが森林戦は非常にまずい気がする。おっと、釣りだったが竜巻対策している。キンキー、ドゴーン。いいね、死んだが2回ガードした。あ、なおったなおった。おー、いいね、死んだか。じゃあちょっとお見せできない画像が出ちゃったんですけど、エクスパー対ヒデ。これエクスパー勝ったら、勝ったら嬉しいな。ねえ、あー、竜巻はダメ。まずはヒデが一人抜き。こっからかぶせ合い、誰が行く？チェンリー。誰も行かないじゃん。ダルシムはダメだよ。いや、竜でしょ、竜でしょ。福山行く。これも出たら僕が出ますんで。ヒデ全盾は全然ありますからね。何してキャラが強い。さあ、しかし龍戦のやり込みは大したもんだ。これは
クソダサ、クソダサい。あんたまさか、うん、あんたまさか、投げる、いいよ。お見苦しいところをお見せいたしました。クラハスさんの動きを真似するだけ。おーい、なにこれ、非常に画像の調子が悪くて申し訳ない。大丈夫、2段から。さあ宿題だった、これ。竜巻投げて、お、いいですね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 。ダイヤスからキャンシンプーからの、これはやばい、一挙にピンチ。あ、組ませと蹴って飛びまくる。いいのかそれで、落とせない日でもいいのかそれで。そうですね、このこの、あー、三段ピオル、三段もう一度投げる、残念そう。僕いきます。が何で出るのか、何使うの。いいキャラ、いいキャラ。さあバイソン以外ならなんでウォッチなんで、ワールドゴーを使っていけば、じゃあ順位に有利がつくキャラって言えばほとんどいないんでね、ワールドゴーぐらいでしょう。いかにフォーマルができるかですね。ピオリーチ投げる、だって立ち正直ってタックルと気持ちいい。サギ当てになってなかったね、出すのが遅い。わけの分かんない采配するから、さあ先手判断、来るよ、怪しい。あ、ジャンプが早すぎて回避が間に合わない。投げ、もっと投げれない。なんかボタンを出してるのが投げ勝つっていうのは強いですね。今の早出しバルセロナの汎用性の高さは半端ないですからね。まあとりあえず、おっと、今のオアウトンディが上がるのがいいですね。よく落ちましたね。さあ、スカイハイクローをもう一回出しそう。さあ、テンション。さあ、スカイハイクローが確定だったのか、今。さあ、これもう一回。リバーを、お釣りが入って、バグログ体力リード。まあ、ドア運がいいですね。何をやっていたのか。終わりー、まだ頼んだ。あ、いけないいけない、巻に頼んだ。ヒデもう仕事したんでいいですよ、負けて。次誰が出るかも考えておいてくださいね。ごめんね、ビデオエラー、申し訳ない。さあ、いいよ、ただの
いいね、バックジャンプ入れっぱなしの昆虫ですね、これね。あのバックジャンプ入れっぱなしをしてたのが僕の最大のミスでしたね。あれ強すぎる。さあ、ナイス昇竜、昇竜ボゴーン。うまい、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 うまい。が、ゲージが溜まって、これきつい。ひざつかみ勝負。いいよ、マキリ勝利。さあ、誰が行く。ケンでしょ。ケンだから、もうどう。そうですね、サガット2体いるから、フォークと剣に両方いける。まあ、バイパーが出る。まあ、マキリ剣は丁寧系なので、フォーク戦はなかなかいいんじゃないか。ルナリさん、まだですね。2つ逃げ出した。あっとしょ、あはっは。いやー、うまいな。剣にエノコパハメはかなり難しいんですけど、その辺見せないですね、さすが。めくり竜巻、そう、フォーク戦はめくり竜巻強いんです。ちゃんと埋めないやつがですね強いんですよね。埋めるやつはトマホークに向かっちゃう。回せない。回したがり、いいパン。さあ、これきつい。かすまったつもり。お、悪くない、勝負。あっ、まあ下がるよね、わかる。おっ、おお、これは、ま、熱波で終わり。これまずい。やはりマキリやるときはやる度が上がってますんで。おっとっと、うおー、よく見た。そしてこれ当たらない、マキリペース。バイパーはこっからどうする。コントロールダイブに嫌がらせをしているが、いつか光に来るぞ。そこだけ対処したい。ナイス処理。あー、けーの後ろ。やるやる。直樹投手、焼き鳥こっちだから。どうキャラやんないでしょ。やめやめ。まあでもね、マキリこの間対戦したけど、第3戦はまだ対戦経験がない感じ。さあ、直樹いく。もう2人死んだからね、あと3人しかいないよ。こっちいっぱいいるから。そう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 、倉橋さんに断られたから。倉橋さんもそう。瀬尾くんが全員で行ってくれる説は確かに。瀬尾くんはね、あんま対象向きじゃないんですよね。さあ、それかすって、うーわ、勝利もう一丁、勝利のルッパー。やりに行きますね。さあ、あんだけ勝利を食らったので、次の読み合いはどうなるか。ヘッドを落とす、密着で重ねる。勇気ある少年だ。さあ、この引っ掛けようとする昇竜拳にダッシュストレートとか当たると、もう一気にバイトンペースになる。さあ、くぐってヘッド、ニューレイジ。最後の間合いなら、リバサ恐竜が出ても大丈夫。
うお、歩き投げした。さあ、勝った。こっから勝負。さあ、どうした。また昇竜なんだろうという分かりきってる感がある。おお、うまい。うだつかみ。次はうわ、消えちゃまっちゃった。ナイスガード。下がって波動拳ヘッド食らう。ナイス。マキリ強い。あっと振ったり。マキリ全抜きあるぜ。本格ある。さあ、長州剣が副将扱いですね。おお、うまい。そしてサガット2枚残っている。ダルシムも残っている。ガイルもいるぞ。剣はかなりきつい風神ではないか。ちょうどよかった。やっぱ出てください。もうあと2人しかいないから。これこれマキリン3人抜かれてる。アハハ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 ハ。連キャンジャンプ2段が入ってガンガンスタート。これはきついぞ。めくりからちょっと安かった。あそこは勝負をかけて小昇竜だったら進んでいた。さあ、飛び落とす。しっかりしている。パクリ完璧。でもこれ瀬尾くん用意しといた方がいいよ。うわー、連覇が出ないよね。お、ナイス小昇竜。さあ、マキリまだ全然あるぞ。この場合の命をかけた一連勝利。よく待っていた。止めたのは調子。しかし大活躍だった。いや、ガイルもダルシムもサガットもいるからいくらでもいける。まあガイルでもいいかな。風が行く。アゼがいる。昔はこれよくやってましたけど、総裁戦で5分ぐらいでしたからね。さあ、アゼっちゅう年すぎる。クラケンに勝利。全然下見取りじゃないですね。さあ、まずい。マキリ、ニュー超人。マキリイコールニュー超人。いやー、本当にいい剣に忙しました。中圧職人、アゼがいる。いいかぶせですね、まだ。おっと、裏切りからも裏切りまくり。あっちいて、あっち払い、しっかり。そして最後は、小足ちょっと持っての歩き投げ。さあ、連キャンジャンプ、ガイルじゃあんまり意味ないので。さあ、沖足払い当たってしまう。それでも中らしい、これが汗。おっと、ビビったか。おー、うまい。おー、裏切り。いや、今工場じゃないですよ。工場じゃないって。さあ、誰が行く。お、焼き鳥。焼き鳥竜。焼き鳥竜はまあ、丁寧系の本当にスタンダードなオーソドックススタイル。対する長州は何でもやってくる感じ。うまい。うわ
まあ結局ねといえばこれですから、いつか飛ぶぐらいに思っていた方がいい。何もしてないところからノーモーションで飛んできて、それが半分減る。さあ膝つかみ強襲ペース、膝しっかり立ちますね。あのまま25フレぐらい多分あるんで、さすがに立ちたい技の一つ。真空うーまい、これきついぞ、飛ぶぞ、はい。あの飛びを落とせなかったら本当にまずいので、あの飛びは不正解ではない。さあ、たくさんの空振りに波動が当たる。これは美味しい。そしてもう嫌になったら全部ファイヤー、これが強い。さあ飛び落として、そうそう、きついきついぞ。これは真空もある。波動拳前に歩けない。止めたのは焼き鳥、あとは瀬尾だけなんですけども、倉橋さんどう、倉橋さんどう。全部向こういないから。さあ一応大将瀬尾くんで、まあ、彼ならやってくれそうな。うまいなあ。あっと踏みつけ失敗だが、パーフェクト。さあこのチュンリーを誰が倒すのか。残ってるのはテイダルシム、ミヤケン、あと皇帝ウメですね。あと坂本さんか。ろくなキャラも残ってねえぞ。大丈夫か。ムナリさんもいるわ。さあファイヤー燃えた。これは焼き鳥ペース。あいい膝と痛い。うわーっと踏み込み返す。あの辺は倉橋さんの逆に多い。またかよ。まあその手戻るでしょう。戻った戻った。オッケーオッケー。本当にポンコツですいませんね。うまいな今のは。あー2段めくり引っ張り投げしない。うまい。ここは様子見だが、戦列を使わせばこれでかい。うおー突っ込む。うわっとここでたまらぬ真空。うわー、さあいい勝負。うわー焼き鳥がやっちゃった。もうグラハスさんですよ。グラハスさんしかいない。さあ、まきりと焼き鳥だけで終わったきそうな、こんな感じ。大将、隠れキャラの倉橋。さあ、これは倉橋ペースで試合が進む。上り5番、ダイヤスしっかり入れて、ドッキリはしない。しかし、あの範囲は低いですね。竜巻からの昇竜返せず。さあ焼き鳥と巻き火だけで終わっちゃうのか。これはちょっとだらしないのでは。ああやり返した。開幕3番入ってファイヤーハロー。もうこれはお通夜モード。おっと中国、ああ入れっぱしてきたぞ。いや、焼き鳥ルールがマジで強いな。方針はちょっと間違い、やっぱり追い詰
詰めてる時間が非常に長い。うわピンク、この場合で合わせていく。さあ隠れキャラに対して誰が行く。お、ミヤケン、ここで手を挙げる。ムナーリさんは来てる？あ、来た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 。残ってるのはウネ、コテ、ケ、ムナーリですね。こんなに人数いらなかったね。さあ、ミヤケン、しかし倉橋、東西戦で唯一全盾を成し遂げた男。あれ何年前だろう、2013とかですよね。結構前でしたね。2013ぐらいだった覚えがある。俺すごい見ましたよ、あの回は。博士以外全員負けたからね。18人、17か18か、17じゃない、17ってことは、はい、多分4分の3ぐらいですよね、多分。9対9だったんだよね。東西戦が9対9って今考えられないですよ。第1回は意外で出してほしいけど、まあ、6人でやりましたね。第1回は一番少ない時4人かな。そうだね。さあ、倉庫行ってるうちに、お、ヤケンが走り詰めて、イチャケンガードして、クラスターがほどほど、うおキロワヨサスピンク、それはナイル戦後は昇竜なんだ。倉橋流2連勝。坂本、ムナーリ、コテ、ニア、あ、ウネ、ウネいく、あ、コテ、なんとサガット3体、このためにサガット3枚残しておきましたから。なんでやねん。さあ、まずは1枚目のコテ・サガット。さあ、ヤヤさんを殺したというエースとの輝きがあったですからね。大物食いっていうパワープロでいう、はい、アベレージヒッターにね、そういうそういうのがついてます。いや、これこのヤヤさんでもすげえ人気者になりましたからね、うん、むちゃくちゃ話しかけられたんですよ。ああ、すごいね。しかし、さあ、近いぞ。この組み合わせは、はい、龍のゲージが溜まるまでにやっぱりどれだけ取れるか。これは結構やっちゃったパターン、まあ、わからないですけど。そうですね、もうちょっと前に行っていきたいんですけども、はい、それを倉橋が許さない。さあ、合わせ請求、今失敗しましたね。太陽が近づいて、うまいぞ。さあ、一応よ、はい、今の当たらないところ上り、うまい。3テンポ遅らせてからの勝利。昇竜拳なんだよ。まあね、はい、足払いにも勝つ、タイガーソフトにも大丈夫。タイガーソフトなんか打とうもんなら、根元バチーンですよね。使って、はい、ダイヤスクランス結局転んじゃうんですよ。そうですね。うわー、さあ、向こうでした。さあ、皇帝も空気を食べたら、ここはもうしょうがない、ここはしょうがないですね、はい、強くいく。一生打ってると意味がないぞ。おお、入れるぞ。ガンが出るね。アマパカかっこいいな。ジャンパカ倉橋さんが今アドキュートテー。さあ、もう一回ゲージ下がりそう。ここは一応ケお、見ている。おお、出下がってあるぞ。見ているし、的確。うまい。うわーっと、いい長い足だった。まだあるぞ。これはもう時間がない、時間がない、時間がない。スーパンジャーだった。今のはもう2-2-2、アパカが2-2-2、森から行かなくてもいいですもんね。そうですよね、うん、投げられ受け身安定みたいな感じですもんね。さあ、サガットに投げられて、来たばっかりですからね、これ温まってない可能性があるんですよ。大丈夫ですよ。さあ、ムナーリ下がって放送いかがる。サガット2枚目、8人しかいないのに下がった3枚っておかしいな。取っておきましたから、最大勢力なんですけど。剣と下がって3枚ずつですよ。うわっ、さすがに近いと全部上がりますよね。そうですね、うわー、ピオリオール、アパカ、下
っと一歩に踏み出した。切れないと判断したら。ドットシになったぞ。うまーい。垂直削りに行けないと判断したスイちゃんでしたね。お見事。いやめて。このっぱでピュアラックのって本当に伸びるんですよ。うまい。おお。うまい。無駄にしたの。さあ無駄にした。うわー。さあ今それだ。ちょっとケースを持たれるとまためんなさい。ここで固まる。おお。おお。あ当たり合う。当たり合って真空打ってこれは今のは逃したか。うだる下がっとさあ下がっと戦慣れてない感が出ている。あのクラハスでももう一回チャージかどうか悩ましいとこですね。秒通りですね。おだろ投げ切った。うわ投げて真空うわいや、この勝負強さですよ。いやー、うわー、しびれたな、今。いやーかすごいっすね、やっぱり。ここでね、うなるさんもね、やっぱ同時じゃないんですよ、勝負中なんでね。うん、あーっとなるんですよね。さあ、たまに当たって加藤、加藤、加藤。さあ、今の勝利は、あの最速の打ち返し読みなんですが一気に来てたんだな。真空行ってみる。うーわー、今夏ライバレたわー大足おーあるぞ。さすがさすがに無理か。そこから勝つこれが倉橋佐川さん。佐川さんあ、天さん行くの。あ、まあいいよいいよいいよ。天さん、佐川さん、天さん、天さん最後だよ。坂本さんいる。行って行って佐川と3人目。え、龍が1、2、3、4人だ。あとテイダルシム。さあ下がって3枚目。あ坂本、え、あれ赤ファイヤー入んの。赤、黒、そして緑。知らんかった。赤出ないよ。赤、黒、緑ってなんか色のバランス悪いっすまたちょっと違う、打ち方が違うのでね、勝利君ね、下がとね。うまい打ってたな、今で、かかと戦、分かっちゃいましたね、これ見てからなんですよね、あのジャンプ中盤に多分ね。まあ、そうですよね、うん、おっと坂本さん、いい形だぞ。坂本ペースで6あたかにお釣りがちゃんと入るのがそうですね、やっぱりきついところ。なーげーゆー、あ、いい位置で OK、坂本ペースで。そうですね。さあ、さっきはムナリここから大焼き波動にビビっちゃったら。まあ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 坂本さんはね、タッチアップキックの使い方が非常にうまいので。バカが走ったの。うわー勝利ぶっ壊しに行く。そしてリードを奪って波動こんで無駄に坂本倉橋いる3人抜き。下がっと許さない勝利でしたね、今。うねがいる。うねがいる。あれもうピンチじゃん。大丈夫頑張って。最後がね、期待しますから。よかった、最後の。勝のうねがいる。ゲットのうねがいる。さあ、生きのいいところ。おー、スタブは入らないぞ。あれ、セカマなんですよね。あ、そうですね。あの、勝利権のセカマバンがありますね。うまい、うまい、うまい。ここ投げて苦しい。さあ、ここは正解。打たせたが取り返せるのか、これ。守りの波動がきついぞ。うおうお、熱い。うわぁ、投げる。さあ、しかし、エネも龍は、龍戦はすごいやってますから。チャレンジャーの顔してますよ。あの、この上級者の防御に総裁取った時は、はい、妥協の裏剣をやるべきですね。
あれとか中だったね、今竜巻。やめてそこ寝返るわ。キーキー、うお、レンキャン勝利。ボコボコにされた。最初手から攻め、もう言うて最後に残しておきましたから。まあ使いどころが多かったですよね。千里が死んでからというのがワンピガーの作戦でしたからね。千里を倒してから楽しみに残しておきましたから。あーあーあかーん、ワンピガーってやるぞ。ああトレーニングモードかな。いかんぞ、うん、おっと今度は俺から手を出すと決めた途端に勝利権が待っていた。すーごすー、危ない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 。出てから何もできない。前うまい、ちょっと対応しましたよ。そうですね、離れれば OK。 ピオいい感じだぞ。うん、技の下に波動機を打ってくる。そうですね、これは対処のしようがないですかね。さあ、あと一歩。しかし、ここから倉橋です。IH でもいい。それが取れるかどうか。この垂直、時間使ってるぞ。うわぁ、あぁ、倉橋優、ロックリー。終わりました。マジかよ。まあ、倉橋さんいなかったら勝ってたんで、みんな豪気にやられた感じですよ、これ。すごい分かった。いやー、下がっとダメだったな。いいとこまで行ったんすけどね。いや、飛んでたんすけどね、最後ね。まあ、というわけで今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。次の火曜日ハイパーやるんで、ハイパーです。ハイパー3枚用意したんで、皆さんハイパー練習してみてください。とりあえず今日1枚入れてもらおうかね。あ、ダッシュは禁止です。ダッシュと豪気は禁止。というわけですので、皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。
Yeah.
Round one, fight!